任期満了に伴う大豊町長選挙は昨日投開票が行われ、新人で元副町長の下村康彦さんが初めての当選を果たしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。現職の町長と元副町長の一騎打ちとなった大豊町長選挙は、新人で元副町長の下村康彦さんが99票の僅差で初当選を果たしました。危なかった危なかった日給ありますバイ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 。下村さんは1987年に大豊町役場に入り、プロジェクト推進室長や総務課長を歴任し、今年3月まで副町長を務めていました。選挙戦では農林業を中心とした地域産業の持続支援や高齢者の移動手段の確保などを訴えてきました。大豊町は課題が山積しております。その課題をですね、一つ一つできることから解決をし、そして未来に希望を持てるような町を作っていきたい、大豊町の未来に挑戦していきたい。投票率は 74.23% で、過去最低だった前回を 7.53 ポイント上回りました。下村さんの任期は来月19日から4年間です。